皆さんこんにちは、はじめチャンネルです。イエイ。今日はママがコストコでこの約2キロの豚ひき肉を買ってきたので、タイの大好きな肉団子を作っていこうと思うんですけど、ブロック的に6個くらいに分かれているんですけど、その2個を取っておいてラップに包んで、この2個はママに今度そぼろご飯を作ってもらいます。で、残りは全部私が肉団子を作ります。で、肉団子はママと一緒に手伝いで作ったことがあるんですけど、このいっぱいの量を一人ちょっと作ったことはないので、今日はサイクッキングとして頑張って作っていきます。で、肉団子の下ごしらえというところで、揚げるのは熱くて危ないのでママに揚げてもらうんですけど、この丸めるところまで全部私がやります。レッツクッキング。で、まずはこの玉ねぎをみじん切りに切っていきます。まずはこのヘタだね。ほっ、切れました。それで皮を剥きます。いやー、玉ねぎ目にしみるね。目がしみる。そうしたら半分に切ります。ほっ、で、ここの芯の部分は包丁で切り落としました。はい、前もパパの餃子作りの時に登場したんですけど、これはみじん切りにする機械です。これで玉ねぎをみじん切りにします。それでは、まず開けて半分の玉ねぎを入れていきます。すごいウィーンっていくからね、めっちゃ早いんだよね。よいしょー、せーの。おぉ、よいしょ。あ、こんなものかな。お、すごい、めっちゃみじん切りになった。じゃーん。おぉ、いい感じですね。そしたら一度これを外します。泣ける、つらい、めっちゃみじん切り。そしたら中身を取り出して、重っ、ここに木べらで入れます。うわー、痛い。いっぱい泣けるんですけど、それじゃあもう半分も入れていきます。あー、鼻の奥まで痛い。つらいよ。おー、どこの、おー、切れてる。はい、こんな感じですね。あと2秒いきます。よいしょ。もう切れてる、さっきより切れてる。はい、OK です。それではこれもボウルに全部入れちゃいます。いやー、辛いよ。それではひき肉をそぼろ用に2つに分けたので、このジップロックに1つずつ入れて冷蔵庫に保管しておきます。あ、冷蔵庫でした、すいません、冷蔵庫じゃなくて冷蔵庫。はい、というわけでこの肉の塊が3つに分けられました。では今度はこっちの筋肉を肉団子に変えていきます。じゃあ一旦これは冷凍庫に入れていきます。では量が多いのでボウル2つに分けて肉団子を作っていきます。それぞれこんな感じで玉ねぎを入れました。ではこの肉もこっちに入れちゃいます。ではこっちの大きいボウルの方に卵を2個入れて、こっちのちっちゃい方に卵1個割り入れていきます。ポッカーン。ではここに塩コショウをかけていきます。できたです。そしたら次はパン粉を入れます。これも適当です。そしたら手袋をはめたので、それぞれよく混ぜていきます。つぶす、冷たい。あー、つらいな。ママいつもこんな重いし作ってるのか。Thank you.
しょ。寒いし、もう疲れたよ。冷たいし。ああ。まだ入れるの？少なめって言ってたじゃん。もう疲れたよ。チェック入ります。はい。火を落とした。いい感じ。そう。柔らかさも。やったー。うん。バッチリですね。うん、いいです。はい、イエーイ、合格。じゃあ次見て、すごい汚れてる落ちないように取るこっちもいいかも。うそ、うん、やったー。はい、OK です。種ができました。はい、じゃあ1個にまとめちゃいます。はい、見てください、こんなにたくさんの量ができました。めっちゃ大変でした。すごいこっちの腕が痛いです。ではこれを今度丸めていきます。次の段階ですね。本当は衛生的には手袋をしてこうやって丸めた方がいいんですけど、意外と手袋ってゴワゴワして丸めづらいんですよ。なので今からめちゃくちゃ石鹸で弱くこうやってガーって洗ってきて、素手で丸めていきます。では手洗ってきます。今から肉団子を丸めていきます。で、できるだけ大きさを均一にして丸めていきます。それではスタート。いや大変そうだな、こんなに量あるんだろうな。めっちゃ大変そう。ひたすら丸めるだけです。このくらいの大きさで均一に作っていきます。なんか100個くらい作れそうな気がするんだよな。でも丸めるのにすごい時間がかかりそうです。一皿目完成しました。丸め始め約30分が経ちました。なんかもう結構腕が疲れてきたんですけど、こう食べた時のことを考えるとすごい楽しみなので頑張って丸めています。こちら今3皿目です。で、ね、ほぼ1時間でやばくない？1時間ずっと一人でこれをここに座ってこうやって、本当にあと少しです。もう100個ぐらいいくんじゃない？いくかな、うん、完成しました。やったー。で、1時間以上肉団子が丸めてるかも、結構時間かかりました。ではとりあえず手を洗ってきます。はい、それではこんな感じで4皿に少しだけ乗っけてあります。ではちょっと何個あるのか数えてみます。126個、100個達成しました。すごいいっぱい丸めました。どうですか、綺麗に丸くできました。いやめっちゃ大変だった。ということで、お昼を食べてから片栗粉をまぶしてママにあげてもらいます。というわけでお昼を食べたんですけど、今からここに肉団子と片栗粉があるので、丸めた肉団子を片栗粉につけてからママにあげてもらいます。ではまずはこの肉団子を片栗粉につけて、薄く片栗粉がつけばいい感じです。残りあとこれだけになりました。ラストスパートです。頑張ります。はい、終わりました。イエーイ。あとはママにあげてもらって、冷凍するだけです。でも今晩は肉団子ですね。すごい今日の夜ご飯が楽しみです。作るのっていうか混ぜるのとか、ママのいつもの料理の苦労をすごい知れました。じゃあ手を洗ってきます。はい、というわけで揚げ終わりました。なんかすごい山みたいになってます。
今日の夕食はこの肉団子なんですが、今日これ全部食べきれないので、食べたら冷凍庫に入れて、また後日この肉団子が夕食で出てくるそうです。で、タレの作り方なんですけど、ママのチャンネルのお花チャンネルをチェックしてみるとタレの作り方が載っているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。あ、タレじゃなくて作り方が載ってます。ということで、今回コストコで買った豚ひき肉がこんな感じになりました。これは本当にみんなに美味しく美味しく味わって食べてもらいます。 TikTok、Twitter、Instagram もやっているので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた見てね。